こんにちは、紹介者です。今回はこれで遊びたいと思います。11月25日、昨日発売されました。はい、もうずっと前からね予約して、ずっとね楽しみに待ってたんですけれども、ついに届きました。やったー、天元突破グレンラガンのシモンのコアドリル、ついにコアドリルを手に入れたぞ。やったー。もうちょっと他のおもちゃをこう動画作ってからちょっとお楽しみで撮っとこうかと思ったんですけど、さっきね動画公開のために YouTube で操作してたら、レオンさんがコアドリルのね動画出してサムネがね見えちゃったんだよね。あー羨ましいと思って、あーもうこれ開けるしかないな。動画は見ずにね外閉じたんですけども、もう我慢できねえやと思ってね今回開けちゃいますね。いやーこれずっと待ってたからね。値段が8100円と、かなり本気のお値段ですね。劇中のようなブーンブーンというね発光と音声ね。しかもですよ、中川翔子さんのしょこたんのね空色デイズで、空色デイズよりも自分がお気に入りのハッピリエバーアフターね、あの11話かな、この曲イコールあのシーンっていうぐらいめちゃくちゃ大好きなこの曲まで収録されてるってことで、もうこれは即買いですよね。しかもリアルタイムで見てたけど、その時日朝見てなかったから、本当にグレンラガンのためだけに日曜日の朝、起きてたんだよね。その時はねまだ仮面ライダーとか戦隊見てなかったもん。しかも多分人生で一番劇場に足を運んだ、もう何回も行ったアニメだね、グレン編とラガン編っていうぐらい、本当にロボットアニメの中では一番上かな、自分の中では。そんぐらい好きって、その時から本当にこういう光って鳴る、コアドリル欲しかったんだけど、ついにプロプリカが実現してくれました。嬉しいよね。いや、前置き長くなっちゃったけど、開けたいと思います。開けるよ。おー、あ、でっか。でかい。しかも台座が、なんと、あの、させるとこになってるの。すごいよね。うおー、かっこいいよ。あ、しかもなんか、あ、ボタン電池って別なんだ。今回このコアドリル、劇中のシモンが持ってる、手との比を計算して、このサイズを割り出して作ったというね、すごい本気っぷりが伺えますね。しかも大キャストが使われてるので、あー、いいですね。この辺かな。比重が明らかにこっちの方が重いもん。すっげえ、かっこいい。そうそう、これ。中にはね、グレンラガンやコアドリルについての、このような説明。そして、なんか、収録音声ですね。26種。うわ、しかも、26種っていうのは分かってたけど、第1話からお話順になってるね。最後まで。もう本当にね、名台詞ばっかだね。そしてディスプレイやこのような螺旋ゲージ、もちろん首にかけることもできる。ではセット内容、コアドリル本体、こっちがね大キャストになっています。ひんやり冷たいですね。そして重い。ドリルは光を通すプラスチックになっていますね。螺旋の形状、そしてゴールドの色味もいいですね。そしてコアドリルを首にかけるための紐、長さもねそれなりにあります。テスト用のボタン電池が3つ。電池はこの部分に細い何かを挿してこのようにスライドすると蓋が開くような仕組みになっている。はあ、あ、よいしょ。劇中通りだよね。すごい。あとはディスプレイ用の大グレンダンのマークが入ったクリアーグリーンの支柱。コックピットの螺旋ゲージを兼ねた台座ですね。ディスプレイモードでは台座に支柱をこのように差し込んで、コアドリルをかっこよくディスプレイすることができます。コアドリルはこの部分で乗っかっているんですけれども、不安定さは全くないですね。多少揺らしても全然ビクともしない。で、ディスプレイモードともう一個、ラガンコックピットモードっていうのがあって、支柱を後ろから刺すんだね。螺旋ゲージが完成するので、あ、これ回しちゃいけないやつか。で、この真ん中の穴に、コアドリルを置くと。特にね、回しても連動したり、ドゥーンとかってなったりはしないですね。またね、説明書には注意書きがあって、取り付けたままコアドリルを動かすと、塗装剥げの原因になりますよと。
回せないことはないんだけどね。いいですね。ディスプレイパターンが2個あるのは、いいな、嬉しいな。では、紐を取り付けてみましょう。はい、ここに通して、両端同士をこのようにつなげます。おー、すごい。これで首に通すことができるようになります。お、結構存在感ありますね。大きいですよね。うわ、めっちゃ嬉しいな。これ15秒間操作がないと、このようにね、起動音が鳴ってスリープモードに入るんですよね。で、スリープモードに入ったら、これどっちかにひねるとスリープモードから復帰するっていう仕組みみたいですね。で、このさっきから光っているこのコアドリル。本当に劇中通りの光り方してるんですよね。うわ、綺麗。で、コアドリルの根元には三角形が2個描かれていて、おっと。で、こっちの塗りつぶされた方の三角に回すと BGM が再生されます。これ今スリープモードからの解除。そして、空色デイズ。ハッピーリエバーアフターですね。あ、もうこの、このイントロ聞いただけでもう、兄貴は死んだになっちゃうよね。音量はこのサイズですから、そこまで、大きくはないですね。で、反対側に回すと、26種の、サウンドを聞くことができます。お、ラガンのね、刺した時の起動音ですね。おー、神田の兄貴のセリフですね。グレーラガン初合体の時だね。兜を敵から奪うっていうね。激アツですね。神田とシモンの名台詞。そして、出たギガドリルブレイク。全身から猫ドリルがバーって出てね、でっかいドリルになるんだよね。ママよ、立ちこ。うわー、兄貴が明日のジョーみたいにね、もう神田の兄貴が真っ白になっちゃうんだよね。で、ここからの、穴を掘るなら天をつく、墓穴掘っても掘り抜けて、突き抜けたなら俺の勝ち。俺を誰だと思っている？俺はシモンだ。神奈の兄貴じゃない。俺は俺だ。穴掘りシモンだ。おお、さすが。ここはもう丸々と2つの音声に分割されてますけど、全部収録されてましたね。ちなみにこれ BGM と同時に再生することもできるので、ちょっと一回リセットしますけど、ちょっとタイミング違うけど、あーやばちょっとうわー、全部曲流してまあこれ後で楽しみに撮っとこうかな。ちなみにあのシーン、劇場版のラガン編になると、書き直されてて、こう白いエフェクトっていうかね、光がふわーっていう感じですごい綺麗にリニューアルされてて、劇場で泣いちゃったからねすごい懐かしい。次行きます。から入ってるね、シモン。人と獣の二つの道がねじって交わるアセンド。昨日の敵で定めを砕き、明日の道をこの手で掴む。宿命合体グレンラガン。俺を誰
うわー、ビラル出てきた。まさかね、グレンラガーに乗るとは思わないよね。あれも鳥肌もんだったな。銀河の定めも突破して、命の叫びが銀河に響く、怒涛合体、アークグレンラガン。で、宇宙に行って、アークグレンラガンに合体ね。これね、ゴーグル、これね、サングラス、ゴーグルをね、こう下げるんだよね。友の思いをこの身に刻み、無限の闇を光に変える、天上天下、一騎当心、超銀河グレンラガン、行くぜ、立ち交う。銀河の輪廻にとらわれようと、残した思いが扉を開く。無限の宇宙が阻もうと、血のたぎりが定めを決める。天も次元も突破して、三で見せるぜ、お前を生きろ、天元突破グレンラガン。あー、 BGM が頭の中で再生されてますね。てー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 って、俺たちを誰だと思ってやる。で、これ最終決戦ね。ヨーコと、そしてニアね。人の心は無限、その大きさに私もかけた。覚えておけ、このドリルはこの宇宙に風穴を開ける。その穴は後から続く者の道となる。倒れていった者の願いと後から続く者の希望、二つの思いを二重螺旋に織り込んで明日へと続く道を掘る。それが天元突破、それがグレンラガン。俺のドリルは天をつけるドリルだ。やば。このね、長いセリフのね、バックで空色デイズが流れるんですよね。もう近いうちもう一回見よう。これもやっぱテレビよりラガン編の空色デイズの、あの別バージョンの間のね、この8の字わかりますかね。あのドリルとドリルのぶつかり合いの、こう、どんどんちっちゃくなっていく。あの無限大のマークになっていくやつ。あれが好きでね、たまんなかったね。で、最後が。ラガン、インパクト！はい、という全26種の音声ということですね。いやー、熱い。あ、これ一応後ろからドリルを持てば、こんな感じで塗装剥げの心配は残るけど、起動することはできますね。ということで今回は天元突破グレンラガンからシモンのコアドリルをご紹介いたしました。まさかこのコアドリルをね、手にする日が来るとはね、思っていませんでしたので、すごく嬉しいですね。今回は全部流せませんでしたけれども、ソライロデイズが約80秒、ハピリエバーアフターが約70秒収録されていますので、このね、26種のセリフとともに楽しめますので、おすすめです。今回も最後までご視聴ありがとうございます。この動画の評価、そしてチャンネル登録、ぜひお願いいたします。以上、紹介者でした。